チームを代表して松川和明さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。松川さん、意気込みをお願いします。はい、会場にお集まりの皆様、こんにちは。こんにちは。我々京都よりやってまいりました京都チームサララと申します。コロナ禍の影響で2年間お祭りに出場することができませんでしたが、このような皆さんの前で演舞する機会を巡り合えたこと、とても嬉しく思っています。今日は精一杯踊り子一同演舞いたしますので、お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。準備も整ったようです。それでは京都チームサララの皆さんです。それではサララ参ります。はっ。荒ぶる瞳に誘いし薄麗、妙蘭たる花のごとく、烈火。その影に忘れられた一体の鬼人、封印が解かれる夜に都の終わりが始まる。京都チームサララ24代目演舞、暴れろ烈火。
の自信よ。